塩で。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃん。もういらない。職人やな。うわ、おいしそう。やば。すごい量。ありがとうございます。ごきげんよ、山口愛希です。今日は新潟に来ている新潟っ子こもかな。はい。に今からご飯を食べに行きたいなと思います。歩いてきたところどこだったっけ、こっちだったっけ。ここ松。ということで松っていうところに来ました。今から食べたいと思います。ありがとうございます。エレベーターに乗る間に。すみません。じゃじゃじゃん。甘くて美味しいです。醤油で食べてきた初めての経験。あの、これ見てたから、これお塩。あ、これはマヨネーズかな。これマヨネーズ。ニンニク、生姜、みょうが、ネギ。で、お皿の縁に塩です。食べてみて。まずお塩から食べた方が美味しいんじゃん。塩で。めっちゃ美味しいやん。めっちゃ新鮮やん。パックだね。パックっていう。どれだろうか。完全塩派やけど醤油でも食べてみようかな。ハルカイナモジモチやな。微妙が好きやからミョウが入ってみよう。生姜とマヨネーズ塩で。マヨネーズ生姜。さああれ欲しいこれ欲しいって言って。うん。でも美味しい。カードも入ってて、1200円とか。薬系とか頼んどいた方がいいですね。薬系とか頼んどいた方がいいです。すいません。鶏レバー串と、豚キムチ炒め。レバーと豚キムチで。はい。あと、だし巻き卵。ちょこちょこ食べよう。醤油美味しいかも。でも塩が一番美味しいかな。あいつら塩にあれやからな。まあまだ実装ないねこれ。ね、エビからやんな絶対。ちょっとやばないこれ。エビでかすぎ。エビでかすぎ事件。動画でね、電話でつながってた。やっぱ人は違いますね。どうですか。いやだから伝えさせて。全然違う。これ絶対あのこれはサンマやと思う。あ、サンマ。これ多分サンマ。油乗りすぎ。
ぎやろ。油乗りすぎ。あ、これサンマはちょ、あ、生姜と食べる。こうやって。生姜と。めちゃくちゃ美味しい。大好きな貝。貝。今なんか食事終わった後、必ずまた終わった後に、砂糖汁じゃないですか。うまっ。めっちゃ美味しい。味かな。美味しいよね。貝食べた。貝めっちゃ美味しい。これ。めっちゃ美味しいんだけど。何つけたらいいじゃん。つけるからいいじゃん。あの充電がなくなると、あと容量がなくなる。明日も明後日も撮りたいからな。分からんけど。あそこにいるとかないじゃん。そうやねんけどな。そこ根拠もできてない。ふふじゃないよ。これ絶対美味しいかもしれない。頼む頼む、今日行っちゃえ行っちゃえ。なんて美味しい。食べや。完全になった。あったあったあった。じゃあアイクもプルプル卵いただきたいと思います。これもはやつ。おいしい。ほんまやこれ。ちゃうじゃん。大事に飲んで。絶対美味しい。一かけらだけ食べる。食べてね。ピリピリやね。いただきます。うわ美味しそう。ほんまハツにしようかなと思ったけど美味しそうだね。肝、鶏肝。いただきます。あ、美味しい。なんかポリポリしてるな。食べ、食べればいい。レバーやろ。ほらレバーやのポリポリしてる。なんかハツみたいやな。めっちゃ新鮮なんだ。食べたの一個ずつしよう。げんちゃんはレバープリンプリンな。なレバー、レバー苦手らしいねんけどこれは食べれるらしい。プリプリ苦手じゃない。苦手ではない。自分が飲むんですか。おいしいな。おいしい。プリプリですわ。一杯オーダー受けたら自分の納豆だ。でもコーンってはっけるよ。あとにさキムチとなんか、うん、豚豚、うん、豚豚ね。それで豚豚
しでもうちの会社ピーで食べるし、めっちゃうまっ、美味しいな、本当に超美味しいかも、豚豚キムチとなんかそのトロトロにかも、ロケットもう早くお腹いっぱい、もうこれで終わり、あ、これで豚キムチを食べる、でも飲み物1個だけ頼んでいい？いいよ。別に好きにしない、俺の許可の色、すいません、二階堂の緑茶割りいくら頼んじゃうの？昨日美味しかったな、冷凍バンジャーと生姜か、これでかけてくれて、チミは絶対いるでしょう、いっぱいかけていい、美味しそう、じゃんじゃんじゃん、これないの、どうすか、豚軟骨のトロトロに、世界で一番うまい、ちょびっくりした俺今、めっちゃびっくりした、食べてみよう、食べて、ありがとう、食べます、やばトロトロやん、いただきまっちょ、プリプリやねんけど、やばめっちゃ似てんねやろな、すぐ飲み込んじゃった、豆板醤と生姜つけて、これ網、じゃあ二階堂の緑茶割りです、500円、これめっちゃ美味しいな、やっぱ新潟は料理美味しいな、大満足、そうかな、じゃあ入れて食べる、うまい、どうぞ、ありがとう、食べ過ぎなとこ、生姜がいい、あいつもう結構お腹いっぱい、お酒飲んでたらお腹いっぱいなんです、見えへん、めっちゃ美味しいやん、マジで美味しい、多分ダシとってた生姜も食べます、うん、生姜めっちゃ美味しい、食べていいの？食べて食べて、もう結構なんでよかったこれ、なあそんなん食べる人おらんもんだもん、豚なほんまに、でも780円って考えたらそんなに高くない、1200円ぐらいの価値あるよね、で、このプルプル加減分かりますか、もう全部プルプル、ここの店全部うまっ、ラストを締めくくるのは豚キムチ、まあ豚キムチには私たちうるさいですから、あばらですね、これは完全に13だったどうですか、この辺世界一うまいわ、そればっかりやん、そればっかりです、世界一美味しいです、うん、いっぱい豚肉食べます、マヨネーズかけてみようかな、豚キムチにマヨネーズかかるんですか、斬新やろ、じゃあ豚キム食べます、めちゃくちゃ美味しい、終わりました。
の半生の野菜が美味しいな。あ、お腹いっぱいになりました。美味しかったね。何が一番美味しかった？あれ。何？何？あいはだし巻き。あと刺身も美味しかった。全部美味しかったな。最高でした。ごちそうさまでした。じゃん、これが新潟のバスセンターです。ここに行ってカレーを食べたかったんよ、今日は。ほんまはな。でももう遅いんで、もう閉まってます。はい、ということでですね、今日はご飯を、夜ご飯食べたんですけども、今からラーメンを食べに行きたいと思います。やっしょく、ミスタードーナツもあるで。はい、ということで今から新潟の夜ラーメンに行きたいと思います。うまみチャーシューやって。これ絶対うまい。食べていい？いいよ、持って食べて。酒食べて。美味しそう。これ絶対うまい。うまい。とろけた。とろけた。初コメント。いきまーす。あ、でもちょっと結構油あるやろな、うん、割と美味しそう。でもこれいくだろ。わからん。味噌ちゃん、味噌。うまっ。すごい。大阪だけ。大阪だけない。混ざってんの？もうなんや。自分らで作らなあかん。ありがとう。一緒につける？餃子ちゃんです。この時間食べてちょっと今に決まってる。うますぎ。小籠包買って、美味しくない？おいしいよな。やかましで。なんか小籠包みたいじゃない？やろ？中にパン。うん。するやろ。白入ってる。この餃子の中に白入ってますわ。うまいいの？マジうまいねんけど。マジカメラ邪魔やわ。
すごい。つけ麺ってどうやって食べるの？このつけの。こういくの。ラーメンももらいます。あず、スープから何種も入ってんの？うん、あ、じゃあこういうかな。そっちの方が好きなんじゃん。どう？美味しくない？美味しいよな。うん、うん、めっちゃあっさりやな。うん、あ、海苔も入ってる。ごめんね、マジコンやん。1個もらうわ。はい、ありがとう、すみません。1個もらうで。うん、いい、これで食べていい。まあ、こっちのもんだ。いいよ、いいよ、全然いいよ、気にせんで。全然いい、全然いい。こっちの方が結構ギトギトやな。あ、知ってる。もう塩やばい。ありがとう。胴上げしてんだけど、ここに食べに来ました。美味しかったです。胴上げすごっ。新潟の夜は胴上げするんですね。胴上げしてんねんけど、あそこで。どうでしたか？なんかアイカ食べたかった辛いラーメンはなくて、あのちょっとあのつけ麺にしました。ちょっと麺が太かったんですけど、まあまあ美味しかったです。あー、お腹パンパンでした。でもね、夜中に食べるラーメンっていうのがあのブランドつくからなんだって。ブランド、うん、夜のラーメンっていうのでブランドがついて美味しいなって思えるから、この時間に食べれたのは幸せでした。付き合ってくれてありがとう。バスセンターの方やで。ということで以上、バイハハイ。じゃーん、自衛隊スカイ警官がいてまーす。
かっちょいいです。なんか今日、昨日全然人おらんかったのに今日なんかめっちゃイベントやってます。なんですかこれは。警察官もいてます。もちろんもちろん。新潟駅です。はい、おはようございます。ということでね、私は今新潟の駅にいます。あの今日ね、寝坊しちゃいました。なので今すっぴんです。後でちょっと化粧しようと思うんですけど、今からちょっと新潟の駅に行きたいと思います。レッツゴー。さらに新潟の駅。そうやね。餅があれなんじゃん。これめっちゃ美味しそう。これ990円。みんなシャインマスカットが990円。こうなったら甘みになるらしい。買うわ。なんてこった。わお、すごい。すりこを買います。じゃーん、愛嬌はすりこで、けんちゃんは笹団子。食べよ。もう今からお寿司に行こうという約束をしてるけど、待ちきれずにすりこのおにぎり食べたいと思います。あの220円安かった。もっと高いはずやのに、やっぱり新潟は安いんですね。これさっき巻いてたやつやん。あ、お前や。そうやな、巻いてたやつですね。くる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 ポンポンポンって感じですね。結構頑丈に巻かれてますね。お、仕組みは分かってますね。さっき見たから仕組みは分かってるんですね。で最後にこれで、あの、おもんないから乗せんといてな。そうそう、必殺仕事人やろ。そうそう、必殺。そのイメージでやろうとして。いやな、あいこそれ分かってたね。だからおもろかったね。おいしそう。立ってる。ヤッホーってバンザイしてる。おいしい。もちもち。めっちゃ草の味がする。草の味。これもういらない。あいここれ食べるから。いただきます。うん、めっちゃ入ってる。最高です。ちょっとじゃあ移動します。はい、ということでですね、最後の新潟の旅を締めくくるのは、はい、ということですね。はい、ということですね。ここだということでですね、今からちょっとここだっていうところを紹介していきたいと思います。はい、ということですね。え、見て、安くない？1個1000円、2500円。150円。頭、頭とか頭、いつもアイキが煮付けにしてるやつ。でこで、そんま300円、一人だけ。えらいこっちゃ、なんかめっちゃ刺さってる。アユ、アユ648円、ブリが410円。オメガロウそうですけど、どうする？1時間ぐらい待たないといけないんですけど、帰れるうちら。どうしますか？うん。あ、食べた。そう、だからさ、あのドーナツ食べたりとか、中のなんか食べて、ちょっとつまんで食べて待っとくとか。それで30分40分かかる。それ。交渉成立。こんにちは。うしうし。去年も来たけど、ドーナツを食べたいなと思います。アキラは同じルーティンしかできないんですよね。新しいの挑戦できひんタイプです。ちょっと食べたいと思います。カレーパンとこのイチジクのヘーゼルナッツキャラメル。
これにしました。で、今揚げたてのきなこちゃん、OK、これでいこう。どう？うわ、めっちゃ入ってるやん、グーぎっしり。カレーパン食べます。いただきます。うんふん、牛肉めっちゃ、牛肉かな、めっちゃゴロゴロ入ってる。おいしい。美味しいな。あ、なんや。やばい、これイチジクのなんかキャラメルのなんか食べます。いただきます。うわ、美味しそう。これイチジクだから。うわ、虫が来たけど。いただきます。めっちゃ美味しい。みんな食べる。これめっちゃ美味しい。衝撃なんですけど、美味しすぎ。こんな美味しいドーナツ初めて食べたかも。うまっ。これびっくりする美味しさ。甘さ控えめ。これキャラメルの、キャラメルも入ってるんだけど、キャラメルの味もついてる。美味しい。全部食べちゃうね。いいよ。これ置いてて、うん、じゃあ最後の一口です。私らの出番は58なんですけども、今567まで来てます。もうすぐですね。でその間にですね、まあ、ドーナツ食べたりとか、あと買い物とかね、うん、したんですけれども、やっぱ買い物しちゃいますね。もう買わんとこって、もう酔ってるのに買っちゃってさ、アギなんかさ、スジコ買っちゃったよ。見て、スジコ890円、安くない？もう家帰って食べたいなと思います。これピ、まあ、あとちょっとで呼ばれると思うんで、もうちょっとしばしお待ちを。おしぼりはセルフで、はい、あ、これ冷たいの、 あ、それはあったかいのかな。冷たくない、水しかない。水しかない。どっちでいい？お茶にすればあったかいお茶。2つ、はい、と、あと、エビ。縁側はありますか？縁側は、はい、ございます。2つ。すごい。はい、ありがとうございます。タコ帽子、これが縁側で、これがタコ帽子です。たどり着いた、たどり着いたな。エビも見せて。こっちの上から食べしてくる。いただきます。楽しみ。醤油入れてくれた。縁側をいただきます。縁側、ごめんなさい。めっちゃ美味しい。やば、これがタコ帽子です。こんな柔らかい、ありえへん、考えられへん、おいしさ。すいません、かわが、かわぎの、かわぎがないです。あ、ないんか。ショッキン。みんなに言われます。ショッキン。かわが食べたかったな。うん、ちょっと待って、ヒラメ2つ、ヒラメ2つ、マダイ、
課題もなくて。はい、ほら。これはあるか。カワハギは。カワハギなかったよ。Oh my god。辛いな。今もないな。ちょっと悩みます。ガリが美味しい。本当におすすめです。なんかあのシャレがホロホロ、ネタも最高に美味しかった。日本はこのあ、そうなんや、チェーン店みたいなのがあるのか。ここじゃ有名なんかな。東京にもある。あ、東京にもあるみたいな。超美味しかった。最高やった。ごちそうさまでした。アキラが高帽子食べたから売り切れてるわ。ちょっと驚きなんですけど、皆さん聞いてくださいませ。めっちゃ美味しかったな。なんと今食べたので2800円でした。安っ。でもどんだけ食べたんかが知らんから。知ってる。ちょっとあれだって、だって動画出したもん。あの最後もさ、貝の三種盛りも食べたし。俺がどんだけ食べたか出してない。出したで。あ、そっか、なんとなく出したで。いっぱい食べてた。縁側だから3人前とか4人。めっちゃ美味しかったです。をやめさあ、私たちの最後の門出って門出ってどういう意味なんじゃない。門出じゃないわ。あで、私たちの最後の仕上げはここです。毎年寄ってる。はい、ということで最後あれで終わりじゃないんかい、寿司で終わりじゃないんかいと思ってる皆さん、そこの君大正解。あ、じゃあ大発れここの海鮮を食べないと帰れません。ということで今からちょっと海鮮を見ながら食べたいなと思います。そんな食べないけどね、もうお腹パンパクでパンパクやからな。うまそれでは行きたいと思います。あ、おもろい楽しもうじゃないか。
我らの海鮮ルーツ。でか、岩牡蠣にします。え、これ生牡蠣、あ、やんな、生牡蠣やん。はい、我らの貝たちをさばいてくれてます。おいしそう。うわ、でっか。そう、そこで食べよう。うわ、なんとよかった。来るやん、でかな。好きなんとるやん。イエーイ。大きいの食べや。こっちの方が大きかったやろ。はい、大きいの食べ。うま、ん、ありがとう。醤油、え、レモンかけようか。レモンです。レモンかけで、塩かかってんじゃん。これあんまりここ口つけやときな、あの、ノロウイルスになるから。うん、やばい、どうしよう。やば、いただきます。ちょっと待って、噛むだけ邪魔や。いきます。うまっ。うますぎ、うますぎたピーコやん。やばいね、このままでいい、生きれでいい。うん、しょっぱかった。さすが600円の価値あるわ。この汁飲みたいわ。これ何ってやるな。醤油めっちゃ欲しくない。めっちゃ欲しい。うん、クリーミーやったわ。これ醤油かな。醤油と思うで。うん、ポン酢って書いてるから。それ醤油、そこに、え、もう上にかけていいよ。あ、もうね、ホタテ、これ。ホタテ。いただきます。うん、甘っ。この貝ひもがうまいよ。貝ひも。美味しかったな。美味しすぎた。うん。美味しかった。皆さんもちゃんと手洗いましょうね。牡蠣にはノロウイルスがありますからね。この時期は特に。おお、なかなか栄えとるな。栄えとるな。栄えとるで。やっぱりよ。で、あ、待って、ここ食べたい。食べたい。絶対食べよう。これ？これください。美味しそう。粒貝かな。200円。いっぱい入れてくれ、頼むからいっぱい入れてくれ。めっちゃ入れてくれてる。ここでお箸取って、うわ、ちょっと待って、すごい量。またま飽きました。なんてことでしょう。たまりません。これを今から試食します。どう？美味しい。これめっちゃ好きなやつ。嘘。じゃあ味も好きってことか。おのずと。いただきます。お、すっごい色してんな。粒貝。あ、はい、はい、はい。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃかじゃん。ちょっと見た目はグロいですけど、いただきます。うん、アワビのタレって言ってたで。アラビのアワビの汁。うん、醤油つけてもいいんじゃない。だけどこのままでも美味しいけど、ちょっとぬるっとしてますね。多分粒貝。うん、アキラが並んだ後めっちゃ繁盛してる。ほら、もうあとちょっとやんやろな、残りが。もうモリモリに入れてもらったし、おいしい。うまっ。こんなに貝が食べられて幸せやな。うん、これ大きいの美味しいで。うん、これや。食べて。
結構そんな割り箸で、はい、一番大きいやつ食べな、一番大きいやつ恵んでくれました、いつも大きいやつ恵んでくれるってないねんいつも大きいやつくれてありがとう口から出すな、いつも大きいやつくれてありがとう、おいこぼすなよめっちゃ並んでる、アジラが行ったから、これめっちゃ言うよなあの商売繁盛娘、何か行くとこお店にはみんな入ってくる、商売繁盛娘お疲れ様です、え、いいですか、700円やね、でも700円と500円あれちゃう、あれちゃう、オフィスで決めてんちゃう、これ多分700円ちゃう、ありがとうございます、いい、絶対美味しいやん、ありがとうございます見て、うわ、ほんとやん、すごい、え、美味しい美味しい、うまっ、ありがとうございます、うわー、いいんですか、うわありがとうございますめっちゃ入れてくれた、あー、いい、すごい、めっちゃ入れてくれた、2300円、ありがとうございます、めっちゃいっぱい入れてくれました、ここの山六水産なんかな、かな、ここのカニな、なんか1匹500円やってんな、でも1匹400円で今やった、1匹400円ぐらいか、で1匹おまけ、5匹で2000円なあ、5匹で2000円でした、おまけしてくれました1匹で食べさせてもらえたし、そう、最高なんですけど、てんやがてんやがポテタロウも出るから、いやな、うわ、好きなやつやん、話やん、もうシャクシャクやん、うわっうわっ、めっちゃ美味しい、いただきます、あ、あくっ、めっちゃ美味しい、シャクシャクやん、あつあつ